多くの方が集まっているので、密の時間できるように少なくなっています。始めたいと思います。よろしくお願いします。今回であれば、2130数名、希望者がいましたので、全員に打ちたいところではありますけれども、約6割の供給ということで、これはワクチン供給が不十分な中ですので、まあ、これはやむを得ないところだろうと思います。まあ、本日このように、実際とほぼ同様な形でのシミュレーションということを、企画して、準備してまいりました。12日からの、本番が、滞りなくスムーズにいきますように、よろしくご協力をお願いいたします。問診を担当する先生方はこの2番のところ、それから注射を担当する看護師さん方は5番のところという形で、それぞれ一旦配置についていただきたいと思います。そこで整理なんかに生かしていきたいと思いますので、本当に今日は、皆さん貴重な時間、提供していただいただけの、価値のある、アウトカムが得られたと思いますので、本当にご苦労様でした。ありがとうございます。それでは以上をもちまして今日のシミュレーション終了したいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。